佐々木朗希メジャー挑戦。ロッテは9日、佐々木朗希投手のポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認したと発表した。数年後ソフトバンクにいたりして本当に意味がわからんのだが、25歳ルールどうしたんだよ。裏金100億くらい受け取ったのか。来年のスポンサー客も減るよな。どうやって組んだか。佐々木が抜けるのが分かっててドラフトで投手に行かなかったのはなんでだろうね。これじゃ佐々木にスポンサーなんかつかんやろ。大谷みたいにはならん。もう十分稼がせてもらったし良いじゃん。しっかり補強すれば文句ない。 MLB にはちゃんと情報が言っていたんだなって。FA ランキング入ってたのもそういうことか。公式コメントに入団した当初よりって書き始めてるということは最初からそういう話だったんだな。ロッテ結局朗希に振り回されただけで満足に育成することもできんかったな。容認方針あっただろうにドラフトで先発取らなかったのなんなんだろう。ドジャースと電通から100億ずつくらいは受け取らないと割に合わない。朗希のスポンサー料のいくらかをロッテに入れるとかいう話が本当だったらいいな。ご視聴ありがとうございました。